まなりくんのミニ手話コーナー。手話は利き手でします。両手を使う手話で形が違う場合は動きのある方を利き手でします。表情をつけて手話をしましょう。ではまなりくんのミニ手話コーナー始まります。右手人差し指と中指を時計の12時に見立てて顔の真ん中に当てます。その後お尻または両手人差し指を向かい合わせて曲げます。こんにちは。こんにちは。次回をお楽しみに。みんなで支えて暮らしてく。